キングストン市、スタジオワンブルバード、2009年撮影。スタジオワンは、ジャマイカのレコーディングスタジオ、レコードレーベル。スカ、ロックステディ、レゲエをはじめジャマイカのポピュラー音楽スタイルの基礎を築いたレーベルである。1957年、ダウンビートというサウンドシステムを運営していた国村、ドットは、自身初のレーベルとなる、ワールディスクを設立。 アルトンエディのミューディエルをプロデュースし、ヒットを記録した。しかしながらこの曲は、フェデラルスタジオで録音されたものだった。1963年にドットは、キングストンのブレントフォードロードにスタジオワンを設立し、同盟のレーベルを指導させた。1980年代にドットがニューヨークへ移動した時、同レーベルとスタジオは休業した。スタジオワンでは、ボブ・マーリー、リー・ペリー、 バーニングスピア、トゥーツ、アンドザメータルズ、ジャッキー・ミット、ホレス・アンディ、ケン・ブース、アルトン・エリスなどのアーティストがレコーディングした。プロデューサーのハリー・ジェイもスタジオ1で多くの作品を残している。スタジオワンは1960年代と1970年代のジャマイカの音楽、スカ、ロックステディ、レゲエ、ダンスホールの大部分に大きな影響を及ぼした。 スカタライツとサウンドディメンションのアンサンブルはスタジオワンでのバックトラックとインストナンバーの制作に生かされ同レーベルに残されている。ありがとうございます。